皆さんこんにちは。本日はタイガくんの新しいお洋服紹介です。今回も通販サイトシーインで購入したお洋服です。第3弾のご紹介ですね。今回ご紹介するお洋服がじゃじゃーん、こちらになります。またまたシンプルなビニール袋に入って登場いたしました。可愛らしいでしょ。動物のね、絵が描いてある。早速出してみます。じゃーん、出してみました。可愛らしい爽やかなジャングルがイメージかな。シマウマさんとキリンさんと、これはなんだ、ペリカンかな、いますね。反対から見ると、あ、反対から見たら逆さになってるのかな、うん、かわいらしい。内側もこんな感じ、キリンさんがメインですね。こちらね、実はまだ夏服なんですね。今回ね、シーンでまとめて購入したお洋服の中で夏服がね、まだまだあります。で、今回のこの動画もうさすがに秋冬もの一緒にね、購入してあるので、そちらの紹介しようかなと思ったんですけど、本日ね、昼間撮影してるんですけど、すっごい暑いんですね。でね、たかくんね、ちょっとまだ冬物紹介するにはね、試着するにも暑くてかわいそうだなと思って、で、こちら最後までね、撮っといたんですけど、実はね、サラサラの生地のお洋服なんですけど、夏、真夏にはね、なかなか着れなかったというのも、こちら黒っぽいでしょ。なのでサラサラのお洋服なんですけど、やっぱりね、太陽の熱吸収して暑いかなって、あと見た目にもちょっと暑苦しいんですよね、黒のお洋服ってね。なのでちょうど今の季節、もうね、朝晩は寒いです。かなり20度も下回ってます。ただ昼間、今日みたいにね、いいお天気の日は最高気温25度近くになる、夏日になるということでね、なのでこの時期にぴったりかなという感じで、駆け込み夏服紹介ちょうどいいかなと思ってね、駆け込みで紹介させていただこうかなと思います。こちらね、先ほどの袋にも書いてありましたね、 S サイズメイドインチャイナー、こちらにも S って書いてある、メイドインチャイナーで、またまた1着目2着目同様お直ししてありますよ。こちらじゃじゃーんと、ね、結構きつめにお直ししております。ここ分かりますかね、キュッて絞っております。お腹の部分だけね、裏返して見てみましょうか。裏返すとこんな感じね、結構深くいってるでしょ、思い切ったでしょ。このぐらい、こっちも同じぐらいのね、長さ、黒い糸使いました。黒い糸って難しいのね、白い生地に白の糸だと割とそんなに難しくないんですけど、黒い生地に黒の糸ってね、もうほんと見えないんですよ見えないの全然。だからまあ穴も目立たないんですけどね、難しかったです。なかなか手縫いも3着目になるのかな、これで楽しく手縫いリメイクやっております。やっぱりね、同じここのお腹の部分だけですね、脇の部分はしておりません。お腹の部分だけキュッて閉じております。こんなに細くなってるけど、タイガくん入るかな。実はお直ししてからはね、試着しておりません。着てもらえるかな、というか今ガムに夢中なのに、すっごい怖いな、取り上げたら。てかくん、試着してみよっか。はい、今ガム取り上げ大会に勝利いたしました、ママです。はい、てかくん、着てみよう、着てみましょ。ガム探してます。もう向こうの部屋に持ってっちゃって危なかったね。おやつですって取りました。ピンクで着てみてください今日暑いからいいね、サラサラお洋服で涼しげ涼しげ。はい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 、夏のね、夜にもね、この黒いお洋服っていうのはやっぱり目立ちにくい。いくらね、ピカピカのものでね、
光で目立たせようとしても、やっぱりお洋服も結構目立ちますもんね、白っぽいお洋服着てるとね。なのでね、夏場も夜はね、暗っぽいお洋服はあんまり着ないです。あはは、着れました。かわいい。確かにちょっとデザインは水色ブルー系だから、まあちょっとやっぱり夏っぽいかな。でもね、実用性としては夏はあんまりなんだよね。昼間は暑いし夜は目立たないしっていうことでね、可愛らしいんじゃないですか。なんかプールの水着っぽいけど、男の子用の水着っぽいけど可愛いじゃないですか。タイガーくん、ちょっとね、遠くから見るとカモフラ柄カモフラージュカラーにも見えますね。カモフラージュのデザインにも、うん、かわいいかわいい。上から見るとこんな感じ。サイズも大丈夫だったね。ちょっとやっぱりお腹周りはきついけどちょっとお腹周りはきついけど、うん、ぴったり入らないことはなかったね。どうですか、お腹ピタッとしてるけど、大学ブルブルブル、どうでしょうか、きついですか。上から見るともうかなりキュッてしてしまってるな。大河くんかっこいいな、体型スタイル抜群。うん、お腹までね、長さもしっかりあるし、よかったよかった。もうお腹はこれでもかっていうぐらいピタッとピタッとしてますね。測ったわけでもないのにまあ多少ね、生地も伸びてますからね。よかったよかった、お似合いだと思います。大河くん、今回のね、こちらお値段なんと264円。第1弾でご紹介したレモンの柄のお洋服と同じ金額ですね。264円でした。とっても良いのではないでしょうか。やっぱりこのね、秋と春先、ちょっと日中暑いなっていう季節にね、着れますね。良かったです。そして今回ご紹介するのはなんとこの一着だけではございません。実はもう一着あるんです。そのもう一着というのがこちらです。あれ、なんかもう今までとは明らかに違いますよね。じゃじゃーん、夏服じゃないんですよね。バイクの絵が描いていてかっこいいでしょ。中開けてみます。じゃん、開けてみました。ライダースモーターサイクルチームカスタムイースト1975-66 ウェストコーストカリフォルニア。かっこいいでしょこちら。そして袖付き、中もね、あったかいの、ふわふわ生地であったかいの、すごく素敵なんですけど、こちら実はこれだけじゃわからないかな。比較対象、先ほどのタイガくんのカモフラ柄に見えるこちらの夏服並べてみましょうか。じゃーん、お気づきでしょうか。サイズ間違えて購入しちゃいました。間違えてというか、こちらね、今回購入したライダース、こちら M 購入したんですよね。お洋服自体シーンで購入するのが初めてだったので、ちょっとどんなもんかわからなかったの。だいたい S 商品を購入して、でこのライダース、こちらのね、こちらのフリースが S がね、確か売り切れだったの。それで M サイズね、何センチ何センチって書いてあるんですけど、まあ、もしかしたらいけるかなと思って購入してみました。そしたらね、やっぱりちょっと大きかった。なのでもともとね、ダメ元で購入したんです。もしサイズ合わなかったら誰かにね、お友達に着てもらおうと思って購入したので、 S が左、 M が右、こんなに違うんですね。まあそりゃそうですよね。ちょこっとしか違わなかったら意味ないもんね。大河くんね、 S サイズでもただでさえお腹が余っちゃってお直ししてるぐらいなのに、この M サイズはちょっと見た目にも大きいんじゃないかな。一応試着してみようか。大河くん、すいません、お忙しい、もう一回だけ試着お願いします。今度はね、こちらね、ちょっと明らかに大きいかな。ミニピンちゃんのお友達ね、 TBS で会えたらみんなに着てもらって、ぴったりの子にプレゼントしようか。着てみてください。タイガくんが今ね 2.8 キロぐらいなので、
この洋服は何キロぐらいの大きさの子に合うかな、どうかなとか言って、実はぴったりまではいかなくても大きめで着れたりして、それはないかな、もう今の時点でもかなりこの腕の幅が違うもんねこんな感じですね、大きい感じ、お兄ちゃんの着せてもらってますみたいなこんなにね、尻尾も隠れちゃいますもんね、やっぱりかなり大きいですね、可愛いですけど、見た目にはボーイズサイズを着てるね女の子みたいな、彼氏のお家に初めてお泊まりに行って着替えないから貸してもらっちゃったみたいな、切ない、やるせないお顔してます、たいかくん、うん、さっきはねぴょこぴょこ動いてたのに、やっぱりこれはお気に召さないんだね、大きいから歩きづらいもんね、うんそのお顔ね、たいかくん、はい、かっこいいんだけどな、これ S だったら次回買おう、たいかくん、とってもかっこいいもん、しかもね、こちらね、なんとお値段今まで紹介した中では一番の高額、まあ見た目にもね袖ついてますしね、素材がサラサラの夏服じゃないですからね、こちらでもね値段334円、お値打ちでしょう、そりゃ売り切れにもなっちゃうわ、またちょこちょこ見て S サイズあったら購入しよう、これは誰かね着てもらえる人にあげよう、もしいなかったらいつも大学もらってるドッグカフェのハンさんに持ってって、どうぞ着てくださいって、ご自由にどうぞボックスに入れてこよう、やだね暑いしね、脱ごっか、じゃあさっきのねまたカモフラージュ柄の方に着替えてお散歩行こっか、お散歩でちょっと目が開きました、そんなわけで今回はSHEINで購入したサイズ違い失敗しちゃったよっていう商品も一緒にご紹介させていただきました。今回の動画はSHEINで購入したお洋服第3弾と第4弾のご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。サイズ気をつけようね。